ので始めましょう。アマチュアさんチャンネル。さあ、今回はですね、赤本売上ランキングということですね。一体どこ代の赤本が売れてるのかっていうのをチェックしていきたいと思います。まあ自分自身が気になったので、Amazon で調べてみました。さあ、売れ筋ランキングというのがあるので、大学受験入試問題集のね。はい、それで、まあもちろんね、共通テストのものが一番売れてはいるんですが、それぞれの大学やっぱり見たいじゃないですか。一体、どんだけ売れてんだ。ね、1位どこだと思います？多分意外だと思いますよ。ということで、はい、12月8日の時点でですね、まあ今夜中ですから、皆さんこの動画見てるのは12月8日の夜だと思いますが、今午前2時の段階です。はい、1位はですね、なんと東洋大学でした。はい、意外じゃないですか。東洋大学、まあ文学部、経済学部、経営学部、法学部とかずらーっと並んでるんですよ。そう、だから今全学部入試みたいなのいっぱいあるじゃないですか。東洋もたくさん受けれるんだよね、確かね。で、そういった形になるので、どうしてもやっぱりその全学部入試を持ってるところが強いですよね。だから第、でもそれでも東洋ってすごいよね。まあ同じだからか、方式が。続いて第2位、明治大学です。はい、明治大学の全学部統一入試。まあ明治は当然人気ですからね。続いて第3位、法政大学。これもいっぱいあるやつです。いわゆる法学部、国際政治、文学部、経営、人間環境、グローバル、教養学部、英方式のやつですね。やはりたくさんあるやつが強い。続いて第4位は近畿大学。近畿大学短期学部、医学部を除くと。ああ、近大って、医学部を除くで短期大も入ってんだ、一緒に。うん、なるほどね。そんなセットなんだ。同じなんですか、出題形式。わかる方いたら教えてください。はい、続いて第5位は中央大学。6学部共通選抜。名前がすごいな。法、経済、小、文、総合政策、国際経営学。いや、時代が変わったね。やっぱりこんな感じになってんですね。続いて第6位は駒沢。T 方式、S 方式。わからん。複雑。続いて第7位、法政大学。T 日程の方ですね。統一日程です。英語外部試験利用入試って書いてある。もう何が何だかです。はい、続いて8位。あ、国士舘大学ですね。意外。へぇ。続いて9位、京都産業大学。一般入試。へぇ、京都産業大学。関西と関東の大学が多いね、やっぱね。続いて、10位ですか？ 10 位。法政大学。法政多いね。経済学部、社会学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部、英方式で。11位が国際医療福祉大学。おぉ、国際医療福祉大学出てくんだ、ここで。しかも2年分しか入ってない。栃木、千葉、東京、神奈川、福岡、全国に5つのキャンパスって書いてある。そうだった。続いて、今もうない？忘れてしまったよ。過去問のところにポラリス入ってくるから、ランキングが。わかりません。11位やったよね、多分ね。だ12位、明治学院大学、A 日程。あ、明治学院が入ります、ここで。で、13位が明治大学。あ、入った。政治経済学部、学部別入試。おー、明治単体だと政経ですね。続いて、14位が専修大学。おー、専修ここに入りますね。学部個別入試。15位に早稲田大学。やっと早稲田入った。15位が早稲田の文学部です。で、16位が法政大学。法政また入った。情報科学部、デザイン工学部、理工学部、生命科学部。まあ理系ですね。理系が16位。で、17位が独協大学。おー、独協。18位が早稲田文化構想。早稲田2個目。で、19位が神奈川大学。意外。で、しかも 2年分しか入ってない。で、20位が帝京大学。お、薬学部、経済学部、法学部、文学部とか、ブワーっと並んでますね。2カ年。やっぱそうか、学部が多いから2カ年とかが普通なんだね、今ね。昔はね、赤本っていっぱい入ってたのに。時代だね。21位、東京都市大学。あ、そうなの？ 22 位、同志社大学。全学部に行って。やっと同志社出てきた。もちろん、一人が買うだけでランキングってバーッと変わると思うんですけど。23位、日本大学は出てきた。医学部を除く N 全学部方式。全学部統一方式。で、24位に関西大学。あ、で、25位、駒沢。全学部統一にして。で、立命館出た。はい。文系全学部統一方式。あ、で、立命館アジア太平洋大の問題も入ってる。そうなんだ。3カ年。なんか混ぜてんだね。27位、中央大学、商学部。はい、中央、また出ました。28位、東海大学。あ、東海大出てきた。医学部を除く。医学部を除く、多いね。キャー、ページ変えてしまった。今の時間帯でランキング変わってんじゃないの？怖え。で、29位、明治大学、経営学部。あ、明治の経営単体。30位、青山学院大学、全学部。あ、ここで青学登場です。で、31位、立命館大学、理系。32位、東京農業大学。お、農業大学入る。33位、国学院大学。
大学広告学部、これも2カ年しかない。そして34位が法政大学、35位芝浦工業大、ああはいはい、理系ですね、関東では有名です。で36位東海大学、医学部、医学科、あ医学部出ました、ついに。37位立教大学、あやっと出ましたね、立教大学、文系学部一般入試、大学独自の英語を課さない日程って書いてある。で38位に早稲田商学部、はい早稲田の人気学部じゃないですか、ここは5カ年入ってますね、人気のところは5カ年入るんですか。39位青山学院大学経済学部、40位に早稲田大学理工入りました、はい慶応が出てこないよ。続いて41位神奈川大学、給付制試験、はい昔給付制ってめちゃめちゃ難しかったんだよね、今わかんないけど総計と同じぐらいでしたからね。42位明治大学文学部、43位工学院大学、意外。そして44位やっとできた慶応義塾大学、はいずっと待ってたよ慶応義塾大学商学部。そして45位上智大学出た、はい法学部経済学部。46位早稲田スポッカ、おスポッカ出ました。47位明治大学経営学部、やってる間に順位変わっちゃった関係。続いて47位帝京大学医学部、49位中央大学商学部、50位中央理工という感じですね。まあせっかくなんでページに載ってるやつ読み上げちゃいましょうか。51位南山大学、人文学部外国語学部ババババって理工も載ってるな。で52位順天堂大学、お順天堂入るんだ、スポーツなんとかガガガって書いて。53位明治大学文学部、はい明治行きました。54位青山学院大学文学部教育人間科学部、55位成城大学、お成城入る、ここで経済学部法学部英法式。56位関西大学文系で、57位中央大学経済学部学部選抜で、58位京林大学入った、保健学部で、59位東京理科大理工学部 B 方式で、60位早稲田法学部、61位学習院大学経済学部コア試験、コア試験。62位関西学院大学、あやっと出てきた関学、全学部日程文系。63位早稲田大学社学、早稲田がたくさん出てますね。64位東京農業大学で、65位武蔵野大学、66位京林大学医学部、67位専修大学スカラシップ全国入試、おお奨学金か。68位名城大学、あ名城名古屋出てきましたね、はい法学部経営学部経済学部外国学部ババババって書いて、国立って出てこないんだね、まだやってないのかな、まあ枠が少ないからかそもそもね。続いて69位北里大学医学部、はい北里来ましたね。で70位東京経済大学、お坂上の言ってた。71位関東学院大学、72位日本大学商学部、73位順天堂大学医学部、74位筑波大学、あ来たやっと国立来ましたね、74位で初めて来ました。まあ東大とか京大とかいろんなのがあるからね、わざわざ赤本にする必要ないもんね。でまたポラリスがあって、75位福岡大学、お福岡のやっと九州の次第来ましたね。続いて76位かな東京電機大学、お電機大で、77位が専修大学全学部統一で、78位慶応義塾大学経済学部で、次79、あここも神奈川大給付制がまた入ってるから順位ページめくったら変わっちゃったのかな。80位武蔵野美術大学、81位明治大学法学部、82位上智大学法学部経済学部、83位玉川大学、84位東北学院大学、85位龍谷大学、86位日本女子大、87位武蔵大、89位明治大学情報コミュニケーション、89位アジア大、90位上智大学神学部文学部総合人間科学、91位立正大学、92位千葉大学文系、あ国立2つ目で、93位が中央大学法学部で、94位が慶応義塾大学薬学部となりました。はいそんな感じでした。皆さんの受けるところは入ってましたか。はいただただランキングを見て赤本をずっと見てましたけど、ちょっと意外だったかなっていうのもありましたね。慶応が少なかったな意外と、ということでした。はい皆さんどう思われますかっていうのもなんですけど、はいぜひコメント欄でご意見を聞かせください。はいご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.